麻雀遊戯王麻雀遊戯ヒストリー後編さあ、プロ雀士の方にご自身の年表を書いていただきまして、その生い立ちと生き様を教えていただこうというコーナーです。こんにちは、IP君です。さあ、そして本日年表を書いていただくのはもちろん大吾ひろしプロです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大吾プロにはですね、前回ヒストリーの前半を書いていただきまして、まあ、生まれからですね、慶応の中学に入りまして、高校大学と進みまして、慶応ボーイとしてずっと進学してきたんですけども、ちょっと一回就職活動のところで嫌になっちゃって実家帰ったよと、そこからリスタートでですね、男装さんにバイトで入ってから、そこから新しいところに社員として、入りましたよというところまで伺っておりました。さあ、そこから、どのようなことになっていくのか引き続き聞いていきたいと。まあ、それが多分2004年ぐらいだと思うんですよ。2004年。はい。で、ここぐらいまで、まあ、働いて、家と麻雀屋さんのもう往復だけみたいな感じになるじゃないですか。そうですね。はい。で、仕事もそのお店からもう一歩も出ないで、ずっとお店の中で、まあ、いろいろやるみたいな感じで、あの、責任者としてやってたんですけど、なんつうんだろう、早話が飽きます。なるほど。もうずっとそこにね、いるから、もうさすがに飽きてきた。飽きてきました。その時に、こう、もともと何だったんだっけな、お客さんだったのかな、この、麻雀屋さんのお客さんで、その人材の、その発見業というか、紹介業というか、まあそういう感じの、その、社長さんがいらっしゃって、その人とまあまあ仲良かったんですよね。その人にちょっと相談をして、就職をしてみようと、やっぱし。なるほど。麻雀屋さんの社員として働いていたものの、まだ就職をしてみたい。はい。っていう感じの活動を始めます。まあ、お店辞めようと。はい。はい。で、ここで、まあ、就職するんですけど、ある会社に入ります。はい。就職を無事にしたということですね。はい。はい。で、それと同時に、まあ、お店をね、一緒にやってた、その、まあ、社員なんですけど、社員の中に、ミセン君っていうですね、その、まあ、一番仲良かった友達がいたんですけど、まあ、その人も一緒に、その人は別の会社なんですけど、会社に入って、まあ、二人でお店を辞めて、なるほど。それで、まあ、それまでずっと僕もその二千くんも、まあ、一緒に麻雀をね、やってきて、それぞれ。で、このまま辞めるのはちょっともったいないな、みたいな。おうおうおう。なるほど。ただ、この麻雀の会話から離れてしまうのもちょっと寂しいと。はい。というわけで、まあ同時にですね、これ何年なんだろうな、ちょっと覚えてないですけど、まあ、最高位戦に入ります、二人で。なるほど。はい。麻雀から離れたくないからプロになっとこうか、みたいな。まあそうですね。はぁ。入会します。なんか珍しいですね。その、雀荘さんに勤められてて、さらにっていう感じでプロになるっていう話は今までよく聞いてたんですけど、ちょっと飽きちゃって就職するんだけどプロになったっていうのは、あまり聞かないパターンです、そうですね。で、いっぱいね、団体あるじゃないですか。麻雀、ね、連盟さんとか協会とか、まあいろいろあるんですけど、どこに入ろうかっていう話になった時に、確かに僕別にどこでもよかったんですよ。多分ね、当時一番知り合いが多かったのって連盟さんだと思うんですよ。なるほど。はい。はい。どうしてちょっと連盟さんの方が入る、まあ、率というか意識は向きそうですけどね。そうですね。まあ、最高位戦の方にも何人か知り合いはいたんですけど、多分連盟さんの方が多分一番多かったと思うんで、僕ね、連盟しないみたいな話多分してるんですよね。2000人。はい。でもなんか2000人が最高戦がいいって言って、あ、なるほど。結局、最高位戦になります、なんだかんだで。はい。これがほぼ同時期ですね。両方とも2000、多分4年か5年かもそこら辺だと思うんですけど、入ります。はい、入りました。んで、会社の方はとりあえず5年前ぐらいまでやってたんで、はい。2018年ぐらいですか？はい。コロナ前くらいまでは会社に勤められてた。そうですね。まあ、会社。はいはい、ずっと同じ会社に勤続されてたと。そうです、ずっと同じ会社ですね。会社入ったタイミングっていうのは今結構当たり前になってきましたけど、あの飲食店にタッチパネルを入れてそこでオーダーをしてもらうっていうシステムを販売するっていうか、それをまあ作ってる会社。なるほど。どうですかっていう、どうですかっていう感じですね。で、僕が入ったタイミングでそのシステムができたんですよね。
よっしゃこれを売り込めっていうタイミングですね。売り込めというか、まあ、一番最初の1年間ぐらいは、はい、とあるお店に試験導入みたいな感じにして、でいろいろこうなんか改良してったりとか、まあ、なんかそんな感じのタイミングに入ったんですよね。面白いことやってるなと思って入って、はい、まあ、この会社のこと話してもあんまりあれなんですけど、はい、いやでも面白いですね。ちょっとやっぱ大悟さんとキャラクターが分かりますから、いろいろ聞きたいですね。そういう話を。まあ、でもね、入社した時ね6人ぐらいだと思うんですよ。は小規模。はい、社長と役員2人と、はい、システム部の部長とシステム部と僕みたいな感じで、うんうん、途中ね結構大きくなるんですよね、はい、ちなみに会社は。なるほど、だんだんと会社もね成長していって。あ、最高専の入会が決まりました2014年ぐらい、4年ぐらい、はい、10年ぐらい経って、はい、でこれ会社の人数が多分40人ぐらいになったところがマックスだと思うんですよね、はい、いつの間にやら、はい、これ新宿に、これ最初は本当にちっこいビルの一室みたいなところでやってたんですけど、はい、今もあるビルなんですけど、本当高島屋の南口の目の前の結構でっかいビルのワンフロアが会社になるぐらいな、いいとこですね。そうです。で人数もねそんな多くないんで、はい、結構贅沢な作りのフロアを使って運営できてるみたいな感じぐらいの会社にはなるんですけど、はい、まあ、多分ね一番大きかった時期、なるほど、ピーク、ね、会社が、はい、体制っていうか、はい、まあ、一番大きかった時ですもんね。はい、大きくなってきたなーなタイミングでですね、はい、会社買われてしまいます。な、買収、買収、ふわー、なるほど、はい、買収、まあそうですね、社長がそれに納得して売っちゃったんだと思うんですけど、はい、まあ、はい、会社が買われると、うん、このタイミングで、はい、そうですね、結構まあ上の経営陣とか抜けて、はい、僕あのずっと営業職だったんですけど、はい、営業の子の時は責任者やってて、はい、で、まあ、役員になって、うんうん、っていう感じで、こっからはなんかそうですね、どっちかっていうとその営業もちろんやってましたけど、はい、その会社の経営みたいな感じのことをやってましたね。なるほど、なるほど、はい、退社するタイミングはまあ副社長でやってました。副社長まで上り詰めてたんですかいつの間にか、いつの間にやる副社長。長いっすかね。長くても副社長にはそんなにならないじゃないですか。すごいですね。そうです、いつの間にか、まあ、そんな感じでやってましたね、はい、はい、でもですね、まあ、最高位戦もここで入ると、はい、そうですね、並行して最高位戦もやってますから、はいはい、最初の1年は、まあ、昇級してまた落ちてみたいな感じだったんですけど、それからは今比較的順調に、はい、なるほど、順調にこうポンポンとこうポンポンと順調に昇級していきます。はい、でそこら辺の退社するタイミングはもう A リーグにいます。じゃあもう2014年最盛期ぐらいの時にA リーグに入って、はい、結構 A リーグにずっとこう戦い続けてたんですね。そうですね、はい、まあ、ちなみに会社の人はですね、社長しか知らなかったんですよ、はい、こう両方やってるっていう。あ、そうなんですね、はい、はい、じゃあ皆さんプロ上司だっていうのは会社の人は知らなかったわけですか。うん、知らなかったと思います。なるほど、なるほど、はい、まあ、最後の方は、ね、知ってる人も何人かいましたけど、はい、はい、でこう A リーグにいましたと。はい、退社したタイミングは何かっていうとですね、はい、このタイミングで最高位戦の A リーグ、うん、来年から全部アベマで放送しますと。ほう、なります、はいはい、今まではまあな、まあ、放送対局とかはねもちろんあったんですけど、はい、そのアベマのその放送っていうのはやっぱちょっとなんていうのかな、視聴者数の桁が違うんですよね。カイジャンプロとしてやってるっていうことを、はい、まあ、表に出しながらやってたってわけじゃないんで、はい、まあ、基本的にはこれどっちか選ばなきゃいかんなと。なるほど、 A リーグか副社長かどっちか選べと副社長かって言ったら、はい、まあそうですね、はい、ね、はい、でどうしようかなっていうのをまあ 1,2 ヶ月ぐらい、もうちょっとかな、まあ、悩みまして、うん、はい、で結局こっちを退社して、なるほど、まあ、こっちになるという感じですね。両方とも順調に育っていったってことですよね。会社もプロジャーシーの方も。あ、まあでもそうですね、そうですね、うん、最初とはもう全然最後規模違いましたからね、うんうんうん、まあこのタイミングで今の会社ですね、まあ3ピースって言うんですけど、はい、入社します。はい、はい、システム会社なんですけど、はい、まあ、システムをね受託したりとか、まあ、技術員をねプロジェクトの方に突っ込んだりとか、まあ、そういう会社なんですが、はい、まあ、そこで、まあ、ちょっとした営業職とかをやりながら、うん、HQ マージャンっていうシステムとは何ら関係ない、はい、そのマージャンの教育事業っていうのを
立ち上げます。なるほど。自分で会社作るのちょっと大変だし、うん、そこまでギャンブルするのもなっていうところを、まあ、この3ピースの会社の社長さんに、まあ、拾ってもらって、うんうん、でその会社の、まあ、あの会社を使ってその部門を事業立ち上げたみたいな。なるほど。やっぱ多少ね、あの盤石な姿勢し体制といいますか。そうです、そうです、そうです、そうです。はい、っていうのを、まあ、始めました。なるほど。最初は、まあ、僕一人でちょっとどれぐらいねその麻雀の教育に関して需要があるのかって全く分かんなかったんで、はい、とりあえずちょっとまあやってみるかっていう感じで、まあ、始めてみたら思いのほかお客さんが来るなと。おお、なるほど。はい、なって、まあ、人をこう入れてって、はい、まあ、今は M リーグのね解説してる河野直哉とか、はい、そうなんですね、比較的すぐ2年目ぐらいかなに入ってもらって、で、あとはまあ最高位戦の、まあ、成田君っていうね、はい、その名前わかんないですけど、はいはい、にまた手伝ってもらったりとか、あと、10月から、まあ、丸山さんとかね、うん、なるほど、丸山かな子、はい、かな子、まあ、こんな感じですよね。はい、はい、大丈夫です。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 はい、今はまあこのメンバーでやってるんですけど、はい、これ今現在。なるほど。まあここで結構成長中といいますか。そうですね、成長中ですね。はい、今年はね、ちなみに、まあ、女性向けの教室と、はい、あと子ども向けっていうのを新たに作ったりとかして、まあ、これからいろいろやっていこうぜっていう感じの状態です。今結構このビジネス面でも麻雀に結構携わられてるということなんですね。そうですね、はい、今はもうだからこの、まあ、システム会社であるんですけど、はい、基本的にはもう麻雀のことしかやってないですね。なるほど、なるほど。で、そうですね、A リーグ。こっちなんかあったかな。まあ、そう、麻雀の方は A リーグにずっとね、あの、はい、B リーグに残って戦い続けてるっていうだけで、そうですね。すごいですね。はい。2020年に最高位になります、とうとう。うんうんうん。ついに。ついに。はい、何回かね、調整はしてたんですけど。そうですね、こんな感じかな。で、まあ、こっち の, そのプロ活動の方は、はい、2023年にその、まあ、セガサミーフェニックス入られるとっていう感じですかね。なるほど、ありがとうございます。いや、すごいですね、この表 の, そのプロ選手としての活動だけで聞くことは結構多いんですけど、それに並行してしっかりと裏で の, その事業の方でも結構順調にいって、でもまあ麻雀の方に一歩に携わろうということで別の会社を起こして、そこでもちゃんと順調っていう、なんかやっぱすごいですね。慶応ボーイここにあるっていう感じがします。なんかできる感じ。いや、めっちゃできる感じですよ。いや、もう全然そんなことなくて、はい、僕多分ね、仕事ね、そんなできない方だと思うんですよね。いや、できない人が副社長にならないですよ。僕思うんですけど、まあ、これね、あの、営業職だったんですよ、ずっと。はい。で、例えば、まあ、営業つっても、いろいろあるじゃないですか。はい、その、うんうんうん、個人向けの営業とか。ありますね。法人向けの営業。法人向けの営業とか、いろいろあるんですけど、はい、うちの会社っつうのは、法人向けで、なおかつ、その飲食店向け。うん、だったんですよ。まあ確かにタッチパネルのね、そう、販売ですもんね。で、会社で言うと、その例えばね、3店舗飲食店を経営してますよっていう会社と、はい、500店舗飲食店を経営してますよっていう会社、はい、その500店舗の方を取れるか、3店舗の方を取れるかっていうのは、なんかまあぶっちゃけ運みたいなとこってやっぱあるじゃないですか。誰と知り合えるとか、はい、そのね、その人と信頼関係作れるとか、はい、たまたまね、これ、まあ2個3個ぐらい大きいところを取れたからって、多分それだけだと思うんですよ。なるほど、まあ、タイミングと運とって、まあ、いろんな勝負があったってことですね。はい、こっちはねちょっと分かんない、まだなんかどれぐらい大きくできるかっていうのはねちょっとまだ見えてないので何とも言えないですけど、まあ今こういうのがやれたらいいなっていうのを徐々にできてきてるかなっていう感じ。なるほどですかね。いやー、すごいですよ。これだけ聞いたらもうビジネスマンとしてもすげえスーパーエリートだぜっていう感じがしてたんですけども。うん、ビジネスマンとしてスーパーエリートでは絶対ないと思う。なるほど。こういう大悟さん一面もあるんだなっていうのはよく分かりました。はい、はい、感じですね。はい、これをね、あの、見ていただいた上で、うん、やはり皆さんセガファン、セガミーフェニックスで活躍してる大悟さんのことですね、ちょっと引き続き応援していただけたらと思います。はい、そうですね、ぜひ、はいはい、よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いいたします。はい、さあ、ということで本日後編のヒストリーでございました。大悟さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、この動画面白かった、うん、あとですね、今のところやっぱ大悟さんはスーパーエリート感があるから、ちょ
ストで、なんか、可愛らしい一面見てみたいなと思った方ですね。ぜひチャンネル登録してください。お願いいたします。はい、お願いします。ということで今日はここまで。まったねー。